有効されます。まず1点目ですね、流出したですね、米の補償についてに関しましては、補償なども含めて、現在、検討の方をさせていただいております。で、まずはお客様の保護を最優先に検討しておりまして、対応中でございます。ですね、まず本日は財務的にどれほどの影響を与えるかというところと、我々財務状況と確認中の、精査をしている状況でございまして、本社としましては、ただですね、お客様にできる限りですね、ご迷惑をかけることのないように、確認ができ次第ですね、対応の方を、報告させていただきたいと思っております。セキュリティ関係に関しましては、何よりも最優先で、行っておりましたというところになりますと。そうですね、登録の含めて、そちらを最優先でやっていただくことは、認識をしております。日本最大級と言っておりますのは、ビットコインの取引高、現物の取引高が、我々が、客観的に見た数字から見て、最大級という形で使わせていただいています。発言量は大塚取締役の方が多くてですね、我々代表の発言が大変少ないんですけれども、今日はどういう切り分けで発言者をしようというふうに選んでこられたんですか。まずは顧客の資産の保護を第一と考えて対応方法を検討しております。ほぼ第一ということは、今回問題なく年以外は守られるという認識でいいですね。守られるということが確証できるわけではないのですが、弊社といたしましては、守ることを最優先に今活動をしております。